これ何をてんのよ、髪首から上の守り髪すごいよね。そんなマニアックな守り方あるんですね。すごいですね。いやすごいですね。ここからずっと来るとここにもまた建物とかあるんですね。へえ、これまた相当急な階段ですけど、いや、今ね、中の方もね、お堂の中ね、ちょっと拝観させていただきましたけど、いや、すごいですね。まさかね、世界遺産になってるね、さすがですね。いろんなものがありますね。さすがにね、撮影禁止ですか、当然撮影はしてないわけなんですけど。いやそのね、結構、相当にね、昔の方のね、職人の手、ね、その、いろんな技術を感じるね、特に木造関連のね、木で作ったもののね、細工とかそういうのがすごいですね。というのが感想ですね。頑張って、頑張っていきます。能天大使こっちにですね。吉野町、吉野町宮司ってなってますね。南朝妙法殿、吉野皇居跡。あ、これはあれですね、南北朝のあれですね。南朝の、二つのね、面に分かれる南北朝時代というね、その時代の、南朝の方の、ですね、工具がここだったんですね。はい、ね。ということで、吉野町となってるわけですね。これはきっと、あれですね。おそらく白根桜でしょうね。これはまた、季節になったら綺麗でしょうね。見てしまったんでね、実は私はまだ来ないとこでぐるりと回らないといけませんからね。完全にこの吉野山登ったらもうね、本題からずれにずれまくってるんですけど、まあでもね、いやこれもまた吉野はね、春に来たいですね。春に来たいところはどんどん増えてきますね。江田島の桜も見てみたいですし、この桜もまたいいですね。能天大寺、仏舎利宝殿、息子地蔵と、ね、能天大寺ちょっと、
この山、意外とバリアフリー化はしっかり進んでるんですね。すごく薄い、ところなんですけど。全部ね、なんやかんやとね、車が入れるようになってるんですよね。これ地味にすごいですね。これだけの歴史のあるところでは。これはあれですね。月の形と、お日様の形になっているのかな、うん、違ったらすみません。どうしたよこれ。ほうであるんですね。あ、これはご参拝、いいみたいですけど、まあちょっとせっかくですから見ていきましょうか。もうここまで来ちゃいましたからね。よいしょ。みたいなんでちょっとね撮ってみましょうか。じゃあすごい立派ですね。よいしょよいしょ。撮影機一度もなってないんでいいでしょうかね。そしてこっからずっと行ったところに脳天大臣があるみたいですよ。へえ。そうそう、はあ、すごいですね。はあ、誰もあれ、よいしょ、たくさん並んでおりますね。すいません、ロボテン。ただあれですね、きっとこれ、ちょっと危ないことはね、すごいの。まあいいや、なんて言ったんでしょう。これはそう、これはなんかと最近できた感じでしょうね。石の感じでね、こう伝わってきますよね。これもまた、しかし急な階段だな。これですからね、相当きついの分かりますかね、これ。バリアフリーがどうの言いましたけど、打って変わって脳天への道は険しいですね。よいしょ、よいしょ。踏み外すといないことになりますね。ちょっとこういうとこね、本当に手すり持った方がいいですからね。よいしょ。私は遠慮なく手すりを持たせてもらいます。よいしょ。ね、よくあれですね、配達に行くと自動放送が流れて、ご安全に階段を手すりを持ちましょうというね、放送が延々とかかるというねところもありましたね、そういえば。よいしょ。これは急というか、本当に一段ずついかんと思う。これ下り、これは、まあ、手すりがあるから、まあ本当これ手すりの方は俺無理やな。休憩所がありますもんね、これ。まあ、相当、なんか床にありそうね、休憩所ですから。さぞかし昔の方もやはり、ここの辺りで疲れたんでしょう。というか、あれですね。ということは、これ登ってくるのか、さらに大変。ということは、まだこれしばらく下るんでしょうね。ああ。
だいぶ緩くなりましたけどね。これはえらい奥だな。よし、今日もね、やつになったら満喫で泊まるかなと思ってましたけど、これはホテルを確保したくなってきましたよ、私。これは結構きますよ、足に。言っておいたから、アミノバイタル買ってましたけど、これ思った以上にすごいな。どこまであんだこれ。もう飲んじゃ険しいですね。あと脳天という割には相当下の方に置いていくんですね。よいしょ。まだまだあんのこれ。名古屋協会さん、脳天大臣、名古屋協会。名古屋にもあるんですね。名古屋のとこでよかったかなこれ。いやでもこちらの方がね、本山ですからね。昔はこっちの階段からこうなんか行ってたんですかね。なんかそんな流れがありますけど、大変この辺りも相当古そうかなと思ったけど、東大阪市とかっていうね、名前が入ってますから。まあ掘り方から見てそこまで古くはないのかな。昭和以降って感じですよね。ね、県の地もこっちは県の地ですもんね。そうですね、だ東京都ってなってますからね。東京都ってことはこれはもうね、43年以降かね、と分かりますからね。この大阪の阿倍野は、あ、こっちのあれ阿倍野地のやつですね。阿倍野のやつですね。よしよしよし。これですか。お、暗かった。アンビリオトイツ脳天大臣ありましたね。足が動かんぞこれ。いやこれは、いやこれアームフリーじゃなくてよかったですね。いや足元相当滑りやすいですからね。これかなり杉のね葉っぱが折ってますし、これねシダ植物ですよ。なんて言うんでしたっけね、雪の下でしたっけ、なんかっていうね、シダ植物です。これね、結構珍しいんです。三重県の方では生えてないシダ植物ですね。シダ植物の回復です。こんなところにしてどうするね。いや、シダ植物のね、ありがたみが、受けられるかもしれませんね、脳天大臣。天大神はすごくこういうのつけがれ、後先考えずになかなかな、よう走ってしまいましたね。私も
くなった。下もなりました。これ下るのか、これ怖いな。あ、足元めっちゃ怖いですこれ。これね、まあ、特に私今カバンにペットボトルも入れてますからね、意外とねバランス変わるんですよね。よいしょ、どうしよう。この時間になったら下手すり青のシンフォニーに乗るっていうのはマジですよね。間に合うのかな。こっちだし脳の字はすごいですね。目の脳ですもんね、この書き方は。昔ならの書き方ですけどね。何でしょうね、罰当たりなことを言うかもしれませんけど、この先がゆうパックの配達先って言われたら、ふざけんなーって多分叫びますよね。おんそらそばでいえいそわか、何でしょう、飲んで大事のありがたい言葉が書いてあります。何と書いてあるのかよく分かりませんけど、あれこれいつもスターだったりします。友人のね、なんかありがたい、なんかありがたい感じがしますね。常連ね、ここなんかこの状態だけでそのまま川に行っちゃそうですけど、ここは岩見ね大事で飲んで大事の、これちょっとこれはやっちゃったな。まさかこんなに遠いとは思いませんでしたね。このずっと下なんですか。これはえらい深みにはまっちゃいましたね。私だいぶへこたれてきましたよこれ。これは帰りスロープ欲しいな。あるんですよねスロープ。外足踏ん張りながらね歩いてるんでね、普通に歩く以上にね足にきますよ。ああすごい。運転大事。なんかありますね。これはなんか。文字が書いてありますね。記載してあってね、文字が書いてあって、これは東西南北を表してるんでしょうかね。あ、そうですね。あ、書いてあるからですね。こちらが北と。なるほど。
それぞれの方で北の方がこれが今日も来たらしいですね。これはお水か使うとこかって、そこがお堂なんですかね。もうね、それはもうここまで来たら、ね、行きますよ。ですね、磯の音もしっかりしますし、はあ、わあ綺麗、これ綺麗じゃないですか。あら、わあすごい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 、海風呂、ここからは結界ですね。ついにこれが、もう迫力が強いんですよこれ、うん、すごいところに来ましたね。わこれ渡っていいんですかね。なんかポーションが落ちそうですけど、うん、うわぁこれ打たれる、これができるってことですかね。ああ、滝行ができるということですか。これあれですかね、脳天に上げていたらいいってやつですかね。何も調べにしましたけど、わかりませんけど、ここにせっかくですから、ちょっとやらさせていただきましょう。決まったらごめんなさい。決まったらブレーキはあんまりないんですけど、遠慮するんでいただけます。どうですか、では、入店からポイントナンバーを押してみせていただきます。ちょっと本当にね、低くなったと思ってませんけど、脳天に飛んでるからね、ちょっとじゃあ、ちょっと脳天に上げさせてもらいます。いやこれありがたいですね。ありがたい水を浴びることができました。ああ、メガネ。ありがとうございます。メガネもらってるところですね。いやー、俺は、なんかなこれ。すごいな。ああ、よし。いや、ね、その、すべてと違って、ね、この、コンクリートですかね、石の上にね、打ち付けてるんで、すごい跳ねっかりがすごいんですね。で、そのままこれが流れて取ると。いや、すごいじゃん。さすがにね、全身の入れ、やるというのはね、ちょっと、恐れ多かったんで。あ、ここに出るとこよかったかな。せっかくですから、仲間に貸していただいて。ありがとうございました。
すごい、めちゃくちゃ飛び散ってきてますね。これは、いやー、でも、ああ、いや、なんか、すがすがしい気分になりますね。帰りは、あれ、本殿はこっちだったんですか。あれは本殿ではなかったからかな。あ、そっちが本殿。小柳駅までどこで、さっきの大変通り。階段を登ってください。階段を登ってください。そうか、大変遠いのか。さてね、いただいてきましたということでね、あのね、お守り方はね、あのね、ランドセルのお守りとかあるんですね。こんな感じで写真ね、ドンと出すときますけど、ね、であってね、それでお守り方はね、なんかあのね、ゆで卵をね、いただけるんですね。なんかあれですね、お伊勢さんとかでもやっぱし、こういった旅の業界でやっぱエネルギーをつけるのにいいんですかね、いただきましたので、ありがたく、頂戴してまいりました。でね、そんでもこんな感じでね、あ、まあ、このね、この、ゆで卵映ってますよね、一緒のところに。こんな感じでいきます。ということでね、帰りはあの、使いながら解放されるかと思ったら、やはり、無理みたいです。これ相当かかるみたいなんで、歩いていこうとする、こっちの方からいこうとするね。潔く、登りたいと思います。これは、これを登るのか。一回段数数えてみましょうか。これ相当ありましたよね。これ相当段数ありますよね。一回ちょっと数えていきましょう。せっかくですからね。し、そうでしょう。パッと見上げる限り階段しか見えませんからね。よし。でも大丈夫ですね。ありがたいね。ゆで卵もいただきました。これで登れるはずです。さあ、行ってみましょう。これはね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、23ね、ここで23ね。切れないんじゃないのか、これ。23、4、5、6、7、8、9、31、2、3、4、5、6、7、8、9、40、1、2、3、4、5、6、7、47の48、9、50、1、2、3、4、5、6、7、8、9、60、1、2、3、4、5、6、7、8、9、70、1、2、3、4、5、6、7、8、9、80、1、2、3、4、5、6、7、8、9、90、1、2、3、4、5、6、7、8、9、99なんですね、これ。数えて作ってるんじゃないですかね、これ多分。どうなんでしょうね。99、100、1、2、3、4、5、6、7、8、9、110、1、2、3、4、5、6、7、8、9、120、1、2、3、4、5、6、7、8、9、130、130ですね。これまだ半分の頃か、5分の1も来てないですね。今130ね。130。ね。131、2、3、4、5、6、7、8、9、
40、1、2、3、4、5、6、7、8、9、150、これカウントしましょう、カウントしましょうか、150、1、ここしたらこれ休憩スペットですね、もう51、違います、2、3、4、5、6、7、8、9、170、1、2、3、4、5、6、7、8、9、180、1、2、3、4、5、6、7、8、9、190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 、
そういうのあるところですね。まあ、登りません、ここは。190。1、2、3、4、5、6、7、8、9。199。それでこれで200。1、2、3、4、5、6、7、8、9、210。1、2、3、4、5、6、7、8、9、220。1、2、3、4、5、6、7、8、9、230。1、2、3、233。34。200、300だ。半分ぐらいは来ましたか。あ、言っとった休憩所がそうですよね。ねえ、やっぱそうです。今も昔もこうなってから人間の体力の気が、昔の人の前にね、300だ。行って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、320、1、2、3、4、5、6、7、8、9、330段。ね、330段で、休憩ポイントね。休憩したいな。これ、言うときますか？めちゃくちゃ急ですよ、これ。これね、いや、脳天が来たね、良くなる前に、これ毎日やっとったら足腰相当強くなりますよ。いや、これ相当、今300なんでしょ？ 330、1、2、3、4、5、6、7、8、9、341、2、3、4、5、6、7、8、9、340、1、2、3、4、5、6、7、8、9、36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 0、1、2、
7、8、9、370、1、2、3、4、5、6、7、8、9、380。380段で1、2、3、4、5、6、7、8、9、390、ふらっと後ろに倒れてきそうですね、これ。こんな感じです。もたれかかっちゃってます、すいません。これとりあえずあんまもたれかかっちゃいかんね。391、1、2、3、4、5、6、7、8、9、400、1、2、3、4、5、6、7、8、9、410、1、2、3、4、5、6、7、8、9、421、421。もうカメラ向きも何も気にしてないですけど、ここね、421ね、今。422、2、4、5、6、427ね。もう、ほぼほぼ伸びようみたいな。427。ここからちょっとマシでしたよね。で、428、9、430。1、2、3、4、5、6、7、8、9、440、1、2、3、4、444段なんや、ちょうど。これ444段でしたね。何でしょう、これ。数合わせたんでしょうかね。ぴったしなんや、444。そのままなんですね。こんにちは。むしろスロープが楽に覚えるから不思議ですよね。このまま言っときますけど、スロープ相当急なんですけどね。いや、そんな感じで登ってるんですよ。わかるかな。水平角度これぐらいですからね。水平角がね、ここ。この目に見えてる部分は全部坂ですもんね。で、段差が444段ですよ。特にこの坂が回ってますからね。めっちゃ汗かいた。水に濡れたのもあるでしょうけどね。じゃあ、はい、最後の一山行きましょう。444段でしたからね。400どうやって数えたら3440まで行ってましたよね。44段、ね、じゃあ今日おごまの会が今日だったんですね。
491、2、3、4、5、6、7、8、9、491、2、3、4、5、6、7、8、9、491、2、3、4、5、6、7、8、9、496段、496段で、途中でね、脇道添えた分ね、数えたら、片道500超えてるでしょ。往復で1000段以上ですね。1000段は、久しぶりに、1000段は行きましたね。